夕立夕立は、夏の午後から夕方にかけてよく見られる天気。激しいにわか雨を伴う。稀に夕立とも。午後としては、雨に限らず、風、波、雲などが夕方に起こり立つことを動詞で、夕立夕立と呼んだ。その名詞型が、夕立夕立である。ただし一説に、天から降りることを、立つと言い、雷人が、 最上に降臨することを夕立ちと呼ぶとする。夏の季語。最時期などでは夕立ち、などを意象とする。夕立ちという現象は、気象学的には週雨、にわか雨、雷雨、集中豪雨といった現象にあたり、夕立ちという独立した現象があるわけではない。ただ、通常の週雨などに比べて発生する時間帯などが特徴的で一般的によく知られているため、日本では、 夕立という用語を気象学でも特に天気予報で用いる現象としては急に発達した積乱雲によりにわか雨を降らせ、雷、突風、氷などを伴うことがあるものである。時間帯では正午を過ぎた頃から日没後数時間までに発生するものを指す。これに対して早朝に発生するにわか雨を調律と呼ぶこともあるが、 夏特有の現象というわけではなく、単純に早朝に発生する、にわか雨のことを指しているだけで、あまり使用されない言葉である。実機では、梅雨明け頃から秋雨が始まる頃までで、夏の晴れが多い時期に発生するものを指す。異常気象により最近では、5月から6月にも、夕立が見られるようになった。さらに、これまた異常気象のせいで、 近年の夕立ちはもはや夕立などと不正のあるものではなく、ゲリラ豪雨の形をとることが多い。前線、特に寒冷前線通過に際しても、突発的な恐怖、強風、雷などの夕立に似た現象が起きるが、この場合は季節や時間を選ばず、広範囲に起こるので、夕立とは区別される。また、低気圧の周辺で発生する。 もの、台風の周辺で発生するものも、夕立とは呼ばない。夕立の発生は通常、午前中からの日射により地表面の空気が温められて上昇気流を生じ、水蒸気の凝結によって積乱雲を形成して、降雨をもたらすという過程をとる。上昇気流、上空と地表付近の大きな気温差、高温多湿の空気の三つの条件が揃うと、 大気が不安定になり、夕立の雲が発生する。高温多湿の空気は気圧配置の影響が大きい。台風や低気圧が日本の南海上にあるときは湿った空気が上空から供給される。気温差は上空に寒気が流れ込んだり、猛暑が続いて地表の温度が高くなると生じやすい。また、台風や低気圧が日本の北方にあるときや、 日本が高気圧の変炎部にあるときは、出暖流が流れ込んで気温を上昇され、湿った空気をも供給する。上昇気流は、地形の影響が大きい。山沿いでは、水平に流れていた風が山にぶつかることで、強制的に上昇気流が生じるため、積乱雲ができやすく夕立ちも多い。また近年は、ヒートアイランド現象による都市の高温化や、 高層ビル群に起因する上昇気流が積乱雲ので来やすい状況を作っているのではないかという指摘もある。高温でも比較的空気が乾いたカンカン照りの日や風が強い日には起きにくい。湿度が高く蒸し暑い油照りの日の午後によく発生する。短時間で雲が出てきて大粒の雨が降るのが特徴。青空に突然積雲が現れ、 それが雄大石雲、積乱雲へと成長し雲のてっぺんの高さが高度5000、1万メートル程度に達するまでにかかる時間は普通は1、2時間程度、短くて数十分の時もある。雨が降り出すのは雲の成長がピークを迎えた頃からで冷たい強風とともに雨が降り出す。冷たい強風を伴うのは雨が下降気流と一緒に落下してくるためで、 下降気流は雨を押し下げ、雨も自身の重力によって周囲の空気を押し下げることで、下降気流は上空で次第に強まりながら地上に吹き下ろしてくれる。この下降気流による冷たい強風は積乱雲の下や周囲の気温を急激に下げ、夏の暑さを和らげてくれる。また、強い雨が降ると蒸発の際に地面から多くの気化熱が奪われて、さらに気温が下がる。 夕立が起こる前の気温が高い場合は、夕立によってその場の気温が数十分間で、摂氏15度程度下がることもある。一方、冷たい強風は時に激しい突風をもたらすことがある。多いのは、ダウンバーストで稀に竜巻が発生することがある。夕立の雨がにわか雨なのは、積乱雲の中の気流の乱れに関係している。一つの巨大な塊に見える。 積乱雲でも、その中ではいくつかの気流循環のまとまり、セル、降水セルとも言うがあり、下降気流や上昇気流の部分がそれぞれ複数存在し、まばらに分布している。このせいで、地上から見れば、積乱雲の移動に伴って、雨が降ったりやんだり、雨の強さも変わりやすくなる。夕立は雷を伴うことが多い。 積乱雲が成長する過程で水滴や氷床がぶつかり合って発生する静電気が大量に蓄積されるためで雲から最初の雨が降り出すのに前後して雷が鳴り出す。また、氷や荒れが降ることもある。積乱雲は雲自身が成長する過程で上昇気流を誘発して強める。この強い上昇気流によって雲の中の氷床が落下と上昇を繰り返すことで 避けてくっついて凍ってという成長のサイクルも、繰り返されて氷床が大きくなり、やがて落下する。静電気は、水より、氷の方が起きやすいため、雷が激しいほど、氷が降る、可能性も高い。氷が降るのは、上昇気流が弱まり始めた時が多く、氷が降り出したら、夕立ちが収まる前兆とも言える。雨は、C が、 継続時間は短く、せいぜい2、3時間であり、範囲も狭く数キロメートル四方程度であるため、水害の規模は小さい。道路の冠水や小規模河川の氾濫が起こったり、山間部の傾斜が急な河川では鉄砲水が発生することがあるが、大規模な洪水が起こることはほとんどない。ただ、落雷による被害が起こる場合があり、ちょうど夏休みの時期で外出が増えるため、 屋外で被害に遭う可能性は高い。また、稀にダウンバーストや竜巻による被害が発生することもある。夕立が終わった後は雲も消えて晴れ間が広がり、気温も下がっているため過ごしやすくなる。ただし、熱気が抜け切らないと、雨で湿度が上がり非常に蒸し暑くなることもある。虹が発生することも多い。夕立を起こす積乱雲は、 東寄りに移動することが多いが、春や秋の低気圧や高気圧が同じように移動するのに比べ、その頻度は低い。夏の時期は強い偏成風が日本の北方に北上してしまっているため、日本上空の偏成風が弱く、夏の南東季節風の影響力が強いためである。気圧配置次第では、様々な方向に積乱雲が移動するため、その日の風の状況を知らなければ、 移動方向を予測するのは難しい。夕立の発生を予報し防災に役立てる手段は大きく二つ考えられる。一つは夕立が発生しやすい気象状況を予報し周知するもので数日前もしくは当日にわかるものである。もう一つは夕立の発生後に雲の状況や移動方向、雨量などを予報し周知するもので。 数時間もしくは数十分前に分かるものである。前者については、テレビ、新聞などでも使用される、地上天気図のほか、高層天気図を用いて、全体的な大気の安定度を予測するもので、その日に、夕立ちが起こりやすいかどうか程度の情報を得る子は、できるが、具体的にどこで、夕立ちが発生するかというのは、コンピュータの数値予報においてもカオス的な結果しか、出ないため、 精度の高い予測は不可能である。大気の状態が不安定、夕立が起こりやすいといった情報が発表される。レジャーなどで外出する際には、前日や当日にこういった情報を得て、夕立に注意を払うことが可能である。後者については、日本ではこれまで、ラジオゾンデやレーウィンゾンデから、高層気象の状況を、気象レーダーから高精度の雨量データを集めて、 夕立の雲の移動や強さを把握し、予想していた。これに合わせて、降水量などに応じて大雨注意報、警報、洪水注意報、警報、雷注意報が発表されていた。しかし、2005年からは、ウィンドプロファイラから、高層の風のデータを、2008年からは、ドップラーレーダーから広域的、立体的な風速を入手し、予想に役立てている。 合わせて2008年から突風の発生を警戒するよう呼びかける竜巻注意情報も発表されるようになった。ただ、現在のところ情報の発表が間に合わない場合がある。ほか、赤卵雲の発達の予測精度が低いという問題もある。夕立ちの発生後の警戒については、赤卵雲が接近してきた場合に建物に退避するとの行動を取れば、予報の情報がなくても、 被害を予防することができる。台湾の下記には、台湾語で、サイパフ法、サイパック法、普通は、西北雨と表記、正しいのは、有望雨と呼ばれる猛烈な夕立が多い。熱帯地方のスコールも発生する時間帯は、夕立と同じであるが、熱帯地方は、日本の夏のような気象状況が一年中続くため、発生する時期も長い。また、 熱帯地方は日本よりも大流活動が活発、大気が不安定で、水蒸気の量も多いため、雨などがより激しい。関東地方内陸部の栃木県、群馬県は夕立による雷の発生が多いことで有名である。夕立に伴う雷の予測として、急に冷たい風が吹くや、AM ラジオにバリバリとノイズが入ると、雷雲が近いと言われている。 ただ AM ラジオの場合 100km 先の雷活動でもノイズとして受かることがあるので目視による雷雲の監視と合わせて予測しないと過剰に警戒をすることにもなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。